朝まで休んでみましょう。わかんないけどね、夜の方が新しい子が出会えるとか、わからないけど、ちょっとそれで行ってみましょう。そして、レポートも書いておきましょう。よし、レポートができたので、もう一度向かいましょう。いやー、でもマクロちゃんの体力があるうちにバトルをしたいなと思います。いけるかな?頑張って、マクロちゃん頑張って。ビッパービッパーって言ってるのかな?あと、分かってないけど、コノハで、分かっていきましょう。ビッパ警戒してる。あ、ビッパ逃げちゃった。あー。でも、コノハを見た数っていうのもあるから、まあ、よしとしましょう。いるね。もう一回。よし。ちょっとビッパ逃げようとしてたけど、ここは、バトルにさせていただきましょう。コノハいっぱい使おう、コノハ。あー、転がってくる。これはちょっとこう、寄った方が、ね、見やすいよね。コノハ。あれコノハしなかったっけ、今。よし。まあ。よしとしましょう。風起こしにしてしまったみたいだけど。こっちにもいるね。で、やっつけたのも、ちょっと増えたかなと思います。これで、よし。ビッパの、ふんよついた、だって、そんなのもあるんだね。コノハどう?ふんよつかれて動けない、だって。なんか、あれなんだろうな。こちらが、マクロを出すタイミングみたいな感じで、あるんだろうなって思うんだけど、ちょっと確信が持てない。で、あっちにムックルがいるので、ムックルは、捕まえる方にしようかな。もう見つかってる。もうこ、だってさ、このさ、手前かなの子とか、もう私側からしても何も見えてないんだけどな。いる?あ、いる。いた。こうして、こう。どうだろう?ちょっと避けてたけど、これでいいかな?捕まえた数が3になったね。見つからずに捕まえた数も上がった。大丈夫かな?いや、まだ遠い。見つかっちゃう。草むらがないよ。よし。待って。動かないで。あー、動いちゃダメだよ。こっちの子も。もうできるんだね。あー、動いちゃダメだよ。よし。ほんのちょっとだけずれるぐらいだったら、反応してくれるみたい。あ、ムックル捕まえた数、あと1匹なのにな。コリンク、頑張ってみる?まだムクロちゃんが大丈夫だから、頑張ってみようか。頑張ってみたいけど、この子もさ、見つかってなかったら、できたりするのかな?できないのかな?ちょっとやってみようか。見つかってはない。あー、動いちゃダメだって。いける?ダメなのかな?気性が荒い子はダメとかあるかな?大丈夫みたい。よかった。じゃあ、これで、一旦帰ってみようか。おそらく10ポイント溜まったような気がするから、わかんないけど、ね、どれぐらいのポイントが、どれぐらいの、ね、数でできるかはわからないけど、もしポイント溜まってたら、お話が進みそうなので、行ってみましょう。こっちで合ってるかな?博士、報告します。報告しましょう。ポケモンを4匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。ムックルとコリンク捕まえました。ピッパはちょっと倒しました。今回の報酬は352円。で、大事なポイントの問題は、
調査が進んだようですね。早速報告してください。ふむふむ、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。あ、研究レベル10になって完成ってなってる。このモクロちゃんとビッパちゃん、ここ二人はまだみたいと。達成した図鑑タスク数ページが完成したポケモンで、ポイントが上がったので、メイ君、図鑑タスクをこなしましたね。これで団員ランクが上がります。さあ、ことぶき村に戻り、島越隊長に報告するのです。団員ランクを上げてもらいましょうと言って村に帰りましょう。テルさんはもう先に帰ってるのかな。島星隊長にポケモン研究ポイントの目標達成を伝えるってみましょう。なんだろう、ガイドが2つあるね。こっち？こっちは？ムックルの好きなものって言ってたね、言ってたね。あんた、空から落ちてきた人よね。ことぶき村の外に出るの？調査隊ってポケモン図鑑を作るんでしょ？ムックルのこと調べてきてよ。ポケモンは怖い生き物。でもムックルは見てて癒されるわ。触れないけど。ムックルの図鑑完成したら見せてね。ムックルを捕まえてきてねではなくて、ムックルの図鑑が完成したら見せてねっていう感じだね。で、そう、この人にさ、ケムッソをお渡ししないといけないんだけど、手持ちにいないとダメかな？ダメかもしれない。ケムッソを譲ってくれるのか？あ、大丈夫みたい。牧場を使えるようになるみたいなこと言ってたような気がするね。多分。ね、どの子がいいとかあるかな？お好みのケムッソを選んでほしいんだけど、どうしようね。こう、レベルの低い子の方が、こう、自分で育てたっていう感じがするから、この子にしようかな。かな？いいかな？この子で。何かあるのかな？この技を覚えたとかっていう方が、喜んでくれたりとかはわからないけど、これでお渡ししてみましょうか。おお、連れてきてくれたのか。噂通りの凄腕だな。では、早速、このケムッソに名前をつけようと思う。いいな、いいな、私もニックネームつけたいのにさ。こいつは将来、アゲハンドというポケモンに進化するらしいから、それを見越した名前にしよう。どうしよう、どうしよう。そうじゃなかったらどうしよう。悩む。あのね、アゲハントじゃない可能性もあるんだ。アゲちゃん、アゲノスケ、アゲマル、名前はどれがいい？どうしよう。でも男の子をお渡しした気がするから。どうしよう。アゲマルくん？アゲマルくんにしようか。アゲマルくん。よし、あげまるで決まりだー。あげハントにならなかったらごめんね。あげまるを立派なあげハントに育てるから見ててくれよなー。あーちょっと喜んでるね。進化するケムッソー。キラキラミツをもらったのかな？かな？っていうかな。キュメメって言ってる。かわいい。かわいいね。キュメメって言ってた。言わなくなっちゃった。これは、あれかな？こう、いつの日か、どちらかに進化する姿が見れるのかな？かな？ちょっとそんな期待も込めながら、隊長のもとに向かいましょう。ご報告をしなきゃいけないんだよね。島星さん、確認する図鑑を見せたまえ。開くでいいのかな？これはもう、これでお見せしたことになるかな？大丈夫かな？合ってる？承認する。ランクアップの手続きだ。と言ってくれたね。君の銀河団団員としてのランクは一つ星に上がった。ああ、
これ結構いっぱいあるんじゃないかな。2、3、4、数えられなかった数えられなかったけど、新しくヘビーボールが使えるようになった。レベル20までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。ヘビーボールのレシピを手に入れた。黒色玉石っていうものがいるんだって。玉石も色があるんだね。元気のかけらのレシピを手に入れた。元気のつぼみと薬草だって。元気のつぼみはまだ出会ってないね。空から落ちてきた異端者がまだ生きているのは君の才覚と努力の結果である。いいか、多くの人は分かりやすいものを好む。団員ランクを上げれば空から落ちてきた怪しい人間も受け入れてもらえるだろう。ここで生きていくなら団員ランクを上げろ。上げることで使えるボールの種類も得られる報酬も増えると言ってくれるということは、もう体調は味方って言ったらね、ちょっと不思議な感じするけどね、私に寄り添ってくれる考えをしてるね。嬉しいね、嬉しいね。今日は芋づる亭で食事をとり休息するがいいと言ってくれましたが、芋づる亭のムベさんもあれかな、一つ星になったからちょっとは大丈夫なのかな。ね、ちょっとよそ者って言ってたけどね。ラベン博士か、メイ君。団員ランクが上がったお祝いです。いいことがあると、いつもの芋持ちもうまく感じるな。そういえばお前、すぐるさんの依頼引き受けたのか。引き受けた。引き受けてね、お渡ししてあげたよ。あげ丸になった。お名前。ことぶき村のみんな、ポケモンに詳しくないだろ？だから、ゴタゴタが起きるたびに、調査隊が調べることになるんだ。要するに、ポケモンよろずやだな。皆さんのお話を聞いたり、僕の研究室にある黒板に貼られた依頼メモを見ることで受け負えますよ。僕の研究室行ったことないな。どこだろう。ちなみに、テル君が頼まれたのは、どのような内容ですか？あれは、メイ向きかな。ポケモンを戦わせるのが上手くないと依頼をこなせそうにないからなぁと言ってくれている。依頼主は確か金剛団のヨネさんですね。金剛団の方々は僕たち銀河団よりも前から翡翠地方で暮らしています。うまく交流できればポケモンのこともいろいろ教えてもらえそうですが、とにかく話は明日聞くとして今夜はゆっくり休むのですと言ってもらえて、いい笑顔だったね。そしてこれはもうお部屋で休んでねということ？あ、ではない、ではないみたい。翌日と、テルさんとお話ししてるね。金剛団のところに行くみたいなことなのかな。メイ、ヨネさんに会う前にお前の腕前を試していいか？だって、わかりましたかな？わかりました。ここは、テルさんとバトルになるのかなって思ったんだけど、訓練場で待っているぞーって言われた。ポケモンをたくさん捕まえていたら、放牧場で入れ替えるのもいいかもなーと言ってくれたんだけど、放牧場はどこ？博士の研究室はどこ？どうしようね、どうしようね。でもこう、ちょっと、メンバー、ケムッスを入れてあげたいような気もするんだけど、どうしたらいいのかしら？どうしたらいいのかしら？入る。ここはだって私の、ね、使わせてもらってるお部屋でしょ？こっちは違うかな。と一個一個見ていきましょう。ここはあれ、私が使わせてもらってるところではないのかな、かなね。この鏡のところが違う気がする。
鏡が開いてたような気がするから、ここはまた別の人のところだったかな。は、出る。そしてお次は、そのお隣は、ここは、初めてかな。あの、写真屋さんではないよね。写真屋さんはそこのお隣だね。で、ここもまた別の人の宿舎かな。ね、私のところではないけど、同じく宿舎な気がする。ちょっと確信がないけど。で、ここは、写真屋さんでしょ？写真屋さんは、この前寄り道したので、この人は、つむぎさん、翡翠は、ピッパをはじめとするポケモンのための土地なんだよ。人が踏み入れるには早いんだよ。って言ってくれてて、こっちは、この橋の向こうは行っていいのかな？あれ、この辺りに少年がいる。少年たちは、話は、あんたポケモンを捕まえたのか？こっちの方は、翡翠に来るのは、あぶれ者なんだよなーって言っているけど、向こうに人が見えるので、橋渡ってみようか。ここ何か読めたりする？読めたりはしないみたい。行ってみましょう。この人は、おはぎさん。放牧場、あ、ここ放牧場？放牧場では、捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモンを変更したりできます。さて、ポケモンを預けていくかーいって言ってくれたので、今ね、ピッパがたくさんいるので、ピッパをケムッソに変えていきましょう。あ、待って。名前を変えるっていうのがある。名前を変えるっていうのがある。ちょっと待ってね。ビッパをケムッソに変えたいので、まずは、ケムッソどの子がいいとかちょっとわからないけど、どの子がいいはわからないけど、あ、でもレベルがちょっと低い子の方が、育てたよっていう感じがするので、こうして、そして、プイゼルも、連れて行きましょう。どっちがいいとかわからないけど、これでちょっとばらけた感じになったかなと思うので、このメンバーで行きましょう。で、ムクロウちゃんのお名前を変えていきましょう。さて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。